ハルさん、今のうちにここから離れますよ。あ、そうか、あそこまで戻ってきたのか。でもなんかさっきと雰囲気違うけど。あとカラスさんはずっとついてきてる。可愛いけど。ここは、ハルさん、なんとか戻ってきたみたいです。私たち、助かったの？ええ、ですが、カラスさんに助けてもらった直後の記録が抜け落ちているようです。記録？あの先生の偽物、誰だったの？一体何者かは分かりませんが、何らかの方法でハルさんの体に干渉できるみたいですね。そうだよね、だって体をこう引き寄せようとしてたもんね。で、今195がやってくれたようなことに近いっちゃ近いのか。 AI なのか。認識阻害や中枢神経のジャックをすることができるみたいですが。195、助けてくれてありがとうね。いや、本当だよ。いえ、本当に助けたと言えるのは、キラキラ、まさかのカラスさんだったのか。いやー、かわいい。帰ったら一緒に暮らしたいな。もうこの子に一生分のご飯を与えたい。この子のおかげだね、ありがとう。そうか、装備してたから。ありがとうカラスさん。かわいい。よく分かってないのか、かわいい。でもなぜカラスさんがここにいるんでしょう。確かに。僕、友達探しに来た。でもここいない。わざわざこんなところまで、探しに来たの？その友達って誰なんだろう。偶然なんでしょうか。それにしてもここは一体。ここも195番道路みたいだけど。不可解ですが、ここは危険です。一通り調べたら一旦カセリさんのところへ戻りましょう。そうだよね、心配してるよね絶対ね。そうだね。あと調べてないところというと、この電柱かな。195番道路で最初にハルさんが倒れていた場所ですね。確かに気になるね。一応触ってみようか。カラスさん、え、かわいい。ちょっと待って、でもさ、え、ゼロさんマジで消えちゃったのかな。それが嫌すぎる。たくさん飛んだ、疲れた。かわいい。え、ここまで飛んできたの？ものすごい飛行能力ですね。でもなんでわざわざこんなところに。友達って誰なんだろう。あ、目つぶれるようになってる。マジか。ちょっと溜まってるやつ見とく。でも音がすごいんだよな。あ、ちょっと避けたら音止まったわ。よし、じゃあここで見ていきましょう。電車の旅からこの下の4つ、これ見てないので見ていきましょうか。電車の旅。電車での旅が始まったの。窓の外の光景はちょっとずつだけど変わっていった。みんなそれぞれ、好きなことをしたり、ぼーっとしたり。こんな旅も案外悪くないかもって思ったの。カセリのいびきがうるさいこと以外はね。かわいい。寝言も言ってたもんな。幻の駅。電車がついに線路の端までたどり着いたの。っていうか、今思えば本当に線路の端があったんだなという驚きも今更後になってきたな。なんか来たね。ここは電波が悪いみたいで195の声は聞こえない。先生、ここにいたのだろうか。早く会いたい。でもそう思って会った矢先あれだよ。もう一つの195道路。私がたどり着いたこの場所は195番道路に似ていたの。でもそこにあるものはみんな壊れかけてて、なんだか不気味。この場所は一体。これはね、俺その幻とか現実とか記憶とかいろいろ関わるのに関係してると思うんだよな、あの光景。夢の先。幻の駅に先生はいなかった。私は先生が線路に飛び込むのを見たことを思い出した。そしたら誰かが私のことを呼んでいた。でもそれは先生じゃなくて。あなたは誰なの？なんで私を呼ぶの？その後はもうパニックで。カラスさんに助けてもらったことまでは覚えてるけど、誰か、大切な誰かがいたような。え？
え、ゼロさん、ごと忘れてるのか。え、ゼロさんという存在も忘れてんの、これって。リソースごと削除というか消去だから、存在ごとなのかな。いや、ゼロさんがわざとそうしたのか。ダメだ、思い出せない。きっと忘れちゃダメなのに。うわー、ゼロさんのこと覚えてないのか。あ、待って、じゃあこれ例えばさ、会話ログとかどうなってんのかな、こっちの方。あ、あ、この会話記録は削除されました。うわー、最後に響いたあのゼロさんの笑い声だけが残ってる。いやー、凝ってるなー、すげえ。いや、すごいよこのゲーム。これほぼ一人で作ってんだぜみんな。これえぐくない？ 90% ぐらいこの箱生活さん一人で作ってんだよ。音楽とかそういうちょっと些細なところはあるけれども、まあ些細ではないけれども、ほとんど一人が作ったゲームってのちょっと絶するな、想像に。じゃあ触りますか。何か見えるんだろうか。この電柱も一応記憶を読み取れそう。ん？なんだ？あ！先生！これは先生！本物？先生、倒れてますね。一緒に写っているのは青い靴でしょうか。あ、あの時の青い靴、すっかり忘れてたけど、今思えばそうか、あそこに青い靴があったのって、先生が脱いで線路に飛び出たからってこと。幻の駅の電柱の記憶。先生、もしかしてここで。きっと先生はここで。ですが不可解ですね。記憶に映っていた青い靴。うわ、なんだ、地震。195の声が聞こえない。駅の時と同じ異常性フェージングか。うわ、え、大丈夫。揺れ収まったみたい。電車に戻らないと。カラさんがいなくなった。ちょっと待って、嫌な予感すんな。自動で動かないで、怖いから。ちょっと待って。お、カセリさん、よかった。ハル、どこ行ってたんだ。探したぞ。ごめんなさい、急いで電車に戻ろう。いや、さっきの地震で完全に壊れちまった。あの電車自体長旅で随分傷んでたからな。じゃあ帰り道ないやん。あ、そうだ、これは。そこに埋まってる転送ドアはどう？ダメだ。雨で周りの水位が少しずつ上がってるみたいだ。このままだとまずいね。あ、ちょっと待て、なんか変な音がしないか。え、いたいた、だ、何？え、思ったより時間がかかりましたね。あれ待って、この怖い色は？間に合ってよかったんじゃない。まさか、なんか飛んできたぞ。なにこれ、え、なにこれ、ちょっと待って、なんだ。でも今の声ってさ、シャイニンとマリンさんじゃないの。シャイニン、あー、ちょっと待ってください。シャイニン、バッテリーが少なくなってますわ今ではね。シャイニー、ちょっと待ってください。あの、外してあの動物の森とかやってる時のために外しておいたジョイコンのバッテリーの話今すな。はい、すいません。ジョイコンをね、ちゃんと本体に挿してきました。いや、何やってんのよこんなめっちゃいいシーンで。いや、なんか俺らしいまあ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 、俺らしいといえば俺らしいけど。いや、マジか。え、てか飛んできたって言ったけど何で来たの。お迎えに参りました。もうちょっと丁寧に降りられないものなの。
いやー、俺こういうなんかさ、今まで出会ってきた人たちがこう集結するというかみたいな、そういう展開もう大好物。シュタインくん、ベストは尽くした。なんか窓みたいなのついてんな。おい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 、これはどういうことだ。クジラは空飛ぶホテルだよ。そうなの？え、じゃあこれクジラ？なんてこったい。ハルちゃんたちが心配でこっそり後を追ってきてたの。そんな言ってやん、言ってよね、合流できたじゃない。とにかく水没する前に中にお入りください。助かったのか。そうみたいだね。いやー、やるときゃやる男だと思ってたよ、試合に。あ、すげえ飛んでる、すごい。え、空飛ぶホテルだったの？空飛ぶクジラだったんだ、かっこいいな。はるちゃん、お久しぶりね。ちょっと大人っぽくなった？嘘、本当に？そう。まあ、視線くぐり抜けてきたからな。なあ、飛んでくれるなら最初からクジラで行けばよかったんじゃないか。確かに無理、幻の駅までの道しるべになる線路は水面に埋もれて見えない。そうなんだ。何より無事でよかったわ。そうか、だからそこを通ってる電車を追いかけることで来れたんだ。うわー、なるほど、すごいシナリオだ。うわー、もうごめん、ゲームプレイヤーとしてのその視点として結構シナリオとかへの関心がすごいんだけど、いや尋常じゃないな。いやー、見つけてよかったこのゲーム。ああ、とにかく全員無事でよかった。全員無事か、そうか、忘れちゃってんのか、カセリさんも。なんとかなんないのかな、ゼロさん。ええ、不幸中の幸いですね。195ももう会話できんのかい。あ、覚えてんの？え、覚えてんの？そうだ、ゼロさんが、ゼロさんは私のせいで。ハル、なに？なんだ？そうか、ゼロって誰だ？でも私たち、あれ？うわ、何今の描写、なんか改ざんされてんじゃないの？そうだよね、全員無事でよかった。はるちゃん、それで先生はいたの？何もなかったの。私、先生が踏切に飛び込んだのを思い出したの。先生はもういない。え、でもなんか倒れてたよね、あの記憶の電柱の、あれは関係ないのかな。先生が踏切に？あら、カセリちゃん、帽子から何か飛び出てるわ。本当だ、なんだこれ、紙切れ？てか今の195の引っかかりも気になるな。あ、ああこれか。俺が初めてクジラで目を覚ました時に拾ったんだ、すっかり忘れてたぜ。え、俺が初めてクジラで目を覚ました時に拾った？え、なんかめっちゃ大事そうじゃない？なんでそれ今まで出さなかったの？何かの論文？いや、新聞の切り抜きみたいだな。俺には読めないけどな。あ、はるちゃん読めんじゃないの？はるちゃんなら読めるんじゃない？うん。なんだろう。あ、あの新聞記事の続きか。続きというか、え、少年括弧14は重傷を負い、
病院へ搬送された。事故を目撃した少女13に怪我はないという。これじゃない、これハルちゃんじゃないの。警察は少女に事情を聞いているが言葉を発することができず、事故当時の状況は未だ不明。さっきあのさ、階段を上がった先、長い階段を上がった先で声が出なくなったじゃん、ハルちゃん。これじゃないか。なおトラックの衝突により信号機は故障、195番道路は現在も通行止めとなっている。この紙ってもしかして、やっぱそうだね、あの続きだったんだ。地下書庫で切り抜かれていた記事でしょうか。あ、記憶読める。あ、先生、カセリさんの。そうか、一悶着にもやっぱ噛んでたか。当たり前か、ここまで来たら。先生、これはカセリの電車。この場所をよく見るとクジラのようですが。そうだな、電池はめるとこあるね。なるほど。カセリさん、この切り抜き、初めてクジラで目を覚ました時に拾ったと言いましたよね。ああ、俺の電車の運転席に落ちてたんだ。Rさん、一つ気になることがあります。何？なんだ？え？Rさん、おはようございます。Rさん、寝すぎでは？やっぱりこの部屋のベッドが一番気持ちいいからね。あ、そっか、ここで寝れんのか、これ嬉しいね。でも待って、今の会話をなんでカットしたんですか。すごい気になるんだけど。また気になる伏線が張られた。疲労が溜まっていたんですね、長旅でしたし。まあ慣れたベッドが一番いいよ。それじゃあ行こう。はい。全てが始まった場所、195番道路に。ここでタイトル出す？普通。今ね、もう全身のね、肌という肌がもうね、鳥ちゃん、もう、いや、カラス肌あのカラスちゃんにかけてカラス肌よ、今。ちょっと、そう、あの時クジラで目を覚まして、ここにタイトルがドーンって出た時思い出すね。そして今からあの始まりの場所に行けっていうのかい。あちいよ、このゲーム。行きましょう。とまあその前にまあ興奮冷めやらぬ、ところなんですけれども、いやちょっとここね、二つはやっぱり見ておかないといけないということで。あ、19号の考え、これ見れんのかな。見とこう。またその前に、まず空飛ぶクジラ、いやこれかっこよかったよ。すごいなんかギュルン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 してきたもんね。かっこいいな。大きくて白いクジラが助けに来たの。旅の宿クジラは空飛ぶクジラだった。いやマジでかっこいい、しびれるよ。白芸とかのなんかさあるもんね、結構昔からの伝承。なんか空飛ぶ白いクジラって話、結構いろんななんか伝承とかさ、なんかいろんな作品とかでも取り上げられるけど、いやー想像してなかった。すごいな、これはマジで。本当にもう言葉失っちゃう、ごめん。なんかこう言葉で表せないわ、この感情を。すごい。久しぶりのお部屋でシャワーを浴びた時、雨ですっかり体が冷え切っていたことに気づいたの。あら、生きてるんだって思った。まだ体は震えを止めてはくれない。どこかまだ怖いのかな。今の一文気になるな。さてじゃあ195の考え。195の考えを聞いたの。答えは195番道路にあるかもしれない。青い靴が落ちていたあの場所へ向かおう。なるほど。いや俺もね、正直今一個ふと思ったことがあったんだけど、
まあ、ちょっとその確信をついてしまったらちょっと面白くないので、いやあと全然違ったら恥ずかしいから、まあ軽く言っておくと僕の考えをね、初めてあそこで青い靴見た時って、青い靴どこにあったっけっていう話ね。青い靴って網の手前だったか奥だったかっていう話と、あと先生が倒れてた場所と靴の場所で、はるちゃんが記憶で見た先生が踏切の反対側にいたという記憶と195の考え、もしかするとっていうね、ちょっと可能性が今ね一個思いついてるんだよね。なんとなく察した方はいるかもしれません。ということで、まあ、僕の考察は、まあ、ある程度ちょっとほのめかしておいて行きましょうか。195番道路に、あれこれなんか嫌な予感すんな。あれ転送ドア使えない、故障でしょうか。すごいカッコつけて今ここまで来ようと思ったのに、てかここから行こうと思ったのに今普通に使えないでやんの。じゃあ普通に、どうしたらいいんだろう。これどうしたらいいんだろう。あ、そうか、あの入り口から行けるのかな、そういうことかな。行ってみようかこのまま、せっかくなんで。シャイニー、お話しよう。当館のご利用で何かお困りのことはございませんか。平常運転だな。最近私が指摘しておきます。無理に出さなくていいんですよ。なんだ。何を言おうと思ったんだ。そして何を遮られたんだろう。さてじゃあここから、あ、待って、あ、変わってるかと思った、焦った。よし行くか。うわ久しぶりだ、こっから出んの。もう何パートぶりよ。うわ懐かしい、ここ。もう懐かしい。うわー、ここに引っかかってたビー玉とか思い出すな。来た。そうだね、195ね。はるさん、こうして生身でお会いするのは久しぶりですね。まあ生身、まあそうか、こっちは生身だけど、そっちは果たして生身と言っていいのか。久しぶり。では行きましょうか。うん。何この謎の一体感、ちょっと俺も早く全貌を教えてほしいんですけど。あ、待って、文字読めるようになったからここ見れるんじゃないの。現在地195番道路、世界初の無線式 AI 信号機 TS195 を試験導入中です。あ、世界初だったの195、すごいね。この先の踏切もう事故が増えてます。踏切ご注意ください。あ、知らなかったの。ワイヤレス AI 信号機って私だけだったんですね。信号、試験導入だったんですか。この先の踏切に注意ですか。踏切なんて見当たりませんでしたが、ご表記でしょうか。そうだよね、最初に目を覚ました時やっぱり俺勘違いかなと思ってそれは黙ってたんだけど、踏切なんかなかったんだよ。だけどあの記憶とか、あの幻の駅では見えたんだよな。なんかからくりがありそうだな、行きましょうか。気になること。ええ、先生は本当に幻の駅に向かっていたのでしょうか。どういうこと。でも電柱の記憶では確かに先生が倒れてて。そこなんです、あの時記憶には青い靴が映っていましたよね。あの記憶に映っていた靴は、ハルさんが最初に倒れていた道路に落ちていた青い靴と同じものです。え、我々はずっと先生がハルさんから遠ざかっていると思っていました。ハルさんのいた195番道路から。あー、ごめん待って、俺さっきすげえ意気揚々とカッコつけて考察言ったけどさ、この靴よく考えたら網の奥にあるか手前にあるかちょっと微妙なとこだな。あの1万円が出た時どっちだったっけ。アパートへ、クジラへ、図書館へ、
美術館倉庫へ、そして幻の駅へ。これ逆なのではないでしょうか。そうか、幻の駅で電柱とか電線を直して送電して電車で倉庫に行った。だからと倉庫には突然電車が現れて絵を描いた。で同時刻同時期に図書館で本を盗んだんだ、鍵を。そうか、同時期同時刻みたいな感じで書いてあったから、時系列としてはどっちが先かどっちかとかなんて分かんなかったんだ。でクジラ行って、そうだ、なんで気づかなかったんだろう。逆？つまりあの子、先生ちゃんが幻の駅から来たってことね。はい。そもそも先生はどうやって幻の駅に行ったのでしょうか。確かに他に乗り物はなかったな。歩いて来れる距離じゃねえし、転送ドアはないと思う。転送ドアが稼働したのは春ちゃんがクジラに来てから。そうです。ここで一つ仮定なんですが、先生が電車を運転できるとしたらどうでしょう。ほう、あ、なんだって。幻想美術館の倉庫、はじまるの駅に電車が置いてあったのは先生が電車を使ってきたからではないでしょうか。でも電車は無人だったって。あの架線には非常に不安定な電圧が発生していましたね。可能性としては先生が電車を降りた後に電車が暴走したか。まあありえなくはないね。なるほど、あそこで乗り捨てたわけじゃなくて暴走して倉庫に行ったのか。そうか、ちょっと俺の考えとは違ったけど近いな。そして図書館を訪れクジラへ向かったのです。もし先生が電車を運転できたとしても、電車を持ってないとクジラには。なあ195、もしかして俺がクジラで気絶してたのって。そうか、そうですね。カセリさんは先生に電車を奪われた可能性が高いです。なるほど、電車を運転したのか、先生が自ら。すごいな、あの人まだ会ったことねえけど尋常じゃねえポテンシャル秘めてる。カセリさんが拾った新聞記事は先生が幻想図書館の地下書庫で切り抜いた記事です。そうか、今思えばそうじゃん。時系列的にどうしてあそこで俺気づかなかったんだろう、恥ずかしい。クジラにたどり着いた時に先生が落としたってことだね。マジかよ。そしてクジラを訪れた後、先生はハルさんのいる195番道路へと。待て、どうやってハルの居場所が分かったんだ。青い本ね。なるほど、そうです。関係性は分かりませんが、先生は青い本に書いてあった逆順をたどってきた可能性があります。じゃあ私が青い本を初めから持っていたのって、おそらく先生が幻想図書館で盗んだ本をハルさんのカバンに入れたんだと思います。うわ、なるほど、そうだよな。本が、俺青い本が2つあんのおかしいと思ったんだよ。同じ本なんじゃないかと思ったんだよ。でもだとしたら先生が今どこにいるのかよく分かんなくなるしって思ってたけど、そういうことか。今思えばそう考えれる点はあれだったな、いくらでもあったな。先入観ってやつか。いやー、うまいことこう騙されてしまったね、ゲームに。先生は何のために。それは分かりません。もし195の推測が合ってるとしてもよ、ちょっとやり方が乱暴すぎないか。それほど必死だったってことじゃないかしらね。
それにいくつか謎も残っています。先生がハルと名乗っていたこと、美術館倉庫に、描いたハルさんの絵、新聞記事の内容、確かに先生が195番、道路に来た後どこに行ったのかも全く手がかりがありません。確かに。それなら確かめに行けばいいんじゃないか。195番道路に。行ってみよう。195番道路へ。そうですね。それに195番道路についてもう一つ確認しておきたいことがあるんですよ。それあれかな、踏切のことかな。あれじゃこうなると俺の考察が、あれでも踏切があるな。あれ、え、やはりですか。ここには最初から踏切があったようです。ハルさんが幻の駅にたどり着くまで何らかの認識障害が起こっていたようです。認識障害、なるほど、そうか、今そうだなと思ったわ。認識障害って今ここまで出てきてできるのは、まあ、195と、まあ、0さんもできるかもしれないけど、あとはあの偽物だ。おそらくは偽物の先生の仕業だと。じゃあここには最初から踏切があったんだね。こんな音鳴り響いてんのにそれをも隠すぐらいだったのか、すごいな。はい、青い靴、え、手に入れちゃうの、すげえ。と同時になんか画面が、先生はここで、あ、ハル、やっと見つけたわ。え、あれ、そうだ、あの時目を閉じる、はい、お話ししたこと、え、一番古い会話へ、え、え、知らない、え、知らないよこんなの、え、ハル、やっと見つけたわ。こうなってしまったのは私のせいよ、ごめんなさい。あのね、ハル、あなたにまだ私の声が届くのなら、この踏切の向こう、約束の場所に来てほしいの。あなたにはもう辛い場所かもしれないけど、そこに行けば真実を思い出すはずよ。待っているわね。うわぁ、今その認識障害とかなくなって記憶も取り戻して今だからこそ思い出せた、先生が一方的に語りかけてきたことだけど確かにお話ししたこと、うわーすげー、ゲームシステムまで使ってくるな。え、じゃあこの奥行けるってこと。入る。うわ、めっちゃドキドキする。約束の場所、行きましょうか。この道はなんだか急に明るくなりましたね。この道を知ってる。なんか今までの青を基調とした世界と一変して真っ赤な世界だ。いつも通っていた道。え、これは、あ、戻れるのか一応。え、でも戻らないけども。あ、こっち行けない。行きますか。へえ、網の奥行けたんだ、踏切の奥。いつも通ってたってことはなんだ、お家があるとか学校とか。あ、学校だ。うわー、そうか、ここに来て今までのいろんな記憶の節々で出てきた学校ってこと。ハルさん、この施設は何ですか。うわー、来た。約束の場所、学校のどこかなのか。ここは学校だよ。うわー、
なんかめっちゃ怪しげなレバーあるな。あそこ行けそう、のちのち。うわあ、すごいアニメティックな、この一番上になんか大きい時計がついてるタイプの学校だ。私が通っていた学校。うわあ、来たなー、学校だ。すげえ。なんかレバーが所々にあるのな、あれ気になるな、すげえ。気になるよね、あの上のやつとかね。関係ないのかな、実は。ちょっと待って、この時点で今考えとかある？あ、ないわ。じゃあちょっとこのまま行ってみようか。うわ、入れるな。ちょっと待って、入れるけども。あ、なんかここも見れるな。こっちは？なんもない？あ、なんかまたあるな。なんだこれ、網だ。調べる。あの花見たことあるね。確か路地裏で見たはしごになる花ですね。はしごになる花って何なんだよ、考えたら。あの花フェンスに囲まれてるようですが、どうやって水やりするんでしょう。あ、上になんかあるな。あ、いけないわ。待って、いや今さ、ふとスルーしたけどさ、これさ、そうだよね、あの路地裏のやつだよね。このダクトどこかで見たことあるような。ハルさんは入れそうにないサイズですね。そういえばこの穴に入れるのはしばらく会えてないベルさんだけど。あ、待って、いやちょっと待って、いやさすがにない、いやごめんごめん、さすがにない。あー、青い靴ある、すげえ。ほぼ新品の靴、大人用サイズ。ちょ、これ一回使ってみていい？この靴は私と先生とどんな関係があるんだろう。うわ、気になるよね。そもそも誰の靴なんて話もあるんだけど、これさ、これベルさん来たり、あれ待って、ね、ちょっと待って、あれ、ハルさん、ここで笛を鳴らしてもさすがにベルさんは、いやでも、嘘、マジで、え、ちょっと待って、冗談だ、冗談半分のつもりだったんだけど、まさか呼んだのだ、ベルさん、会いたかったよ、ベルさん、久しいのだ、ハル、ベルさん、え、これ待って、じゃあか、え、やんなきゃいけなかったイベントってこと、これ、え、ど、え、これなんで分岐か、わからんけど、本当に来てくれたんだ。事情は稼ぎから聞いたのだ。俺様が力を貸すのだ。ベルさん、以前縄張りから出ることは俺様の心情に反するのだって言ってませんでしたっけ。確かにそうだね。それならちょうど今ここが俺様の縄張りになったところなのだ。なんだそれ、ベルさん。なんだそれ。ただし俺様は室外犬なので建物の中には入れないのだ。笛を鳴らすときは外に出るのだ。うん、わかった。なんだその理屈。じゃあ来てくれんの。わあ、ベルさん、おいで。抱きしめたい、抱きしめさせてくれ、ベルさん、ベルさん、ベルさんだ、ベルさんだよ、なぜ触れない。ベルさんだ、これ分岐ポイントかもしんねえな。やっちゃったな。まあまあまあいいか。あとエンディングはおそらく2つくらいだと思うんですけども、まあ全然いいわ。もうベルさん可愛いし、うわ嬉しい、モフモフしよう、可愛い。え、これどうしたらいいんだろう。とりあえず上に上げとくべきなのかな。とりあえずここにいてもらう、わかんないけど。とりあえずここいてもらうか。まあいつでもなんか後から外出そうだしな。よし、じゃあ行くか。ベルさん、また後でね、ごめんね、ちょっと急に呼び出して、後でまた会おうね。よっしゃ、行きますか、学校の中。開いてますね。入ろう。いや、嬉しい、ベルさん来たの、マジで、めっちゃ嬉しい。さあ、ということで、いや、久しいな、めっちゃ嬉しいわ。ということで、え、ちょっとごめんなさい、すごい今興奮してるわ。さっきから興奮の連続でちょっとうるさくて申し訳ないんですけれども。ついに学校の中に入ってきた。待って、あの上にあるの？あれ、リンゴの絵があるな。待てよ、すごい気になるぞ。なんか気になることがいっぱいあるな。楽しんでいこうか。